撮影に使用されたポーランドのゾフィオフカサナトリウム内部11バイト X-1371 は2015年前半のインターネット上に現れた動画の名称。この動画が収録された DVD がスウェーデンのテクノロジー系ブログ gadgetzz.com の運営元に郵送され動画は当該ブログ上で公開された後に インターネット上で話題となった。11バイト X-1371 という名称は DVD のメニュー画面に表示されたものであり、DVD 表面に手書きされたベース64文字列の平文でもあった。内容は2分間の白黒映像であり、荒れ果てた廃墟の中でペスト石のようなコスチュームの人物が壁を背に立っている様子が映し出され、 壁に開いたガラスのない窓からは森林が見えている。人物が片手を上げると手のひらから不規則に点滅する光が発せられる。動画を通して不協和音の深いナノイズが大音量で流され続ける。この動画には著作権の貴族や作者の情報は一切含まれていなかった。この動画の映像と音声スペクトログラムには多数のメッセージと画像が隠されていることが 判明しており、その多くが一般的に使われる暗号システムで暗号化されていた。隠されていた画像には拷問され、切り裂かれた人々のものが含まれていた。隠されたメッセージのほとんどは、レディット上の現在進行中のスレッドへの参加者によって解読されており、画像はボストン考察魔事件のような有名な殺人事件に由来するものであると発覚した。 メッセージはアメリカに対するバイオテロの脅迫として解釈されることもあった一方、動画はただの悪ふざけに過ぎないとの声もあり、さらには発売予定の映画やゲームのバイラルマーケティング、または学生の映像作品であると推測する向きもあった。2015年10月に初めて注目される存在となった後、この動画はその数ヶ月前にはすでに YouTube に投稿されていたことが、 明らかになった。YouTube の動画も同様に脅迫的なメッセージを含んでいたが、それは二進数の文字列で書かれていた。e ート b o o k s として知られるこの動画の投稿者は、自身を取材したジャーナリストに対し、g a d g e t z z c o m が動画の入手経路について真実を語っていないことを示唆した。調査に加わったインターネットユーザーは、 問題の動画がポーランドは、オトフォーツク近郊のゾフヨフカサナトリウムにおいて、2013年11月から公開までの間のどこかの時点で撮影されたことを突き止めた。11バイト X-1371 についての論争の開始から3ヶ月後、パーカー・ワーナー・ライトと呼ばれる人物が動画の作者であると名乗り出た。ライトは、ザ・デイリー・ドットに対し、問題の動画は、 芸術的プロジェクトとして意図されたものであったと述べ、その後、11バイトから3から1369と題する続編動画を公開した。自らが本物の作者であることを証明するため、ナイトは視聴者に対して動画に登場したペスト石のマスクを複製してみるよう挑戦を投げかけた。動画の冒頭は、レンガの壁に開いた窓のような2つの開口部の間に立つ。 影の中に隠れた人物を映す、ぶれた映像であり、窓からは木々の葉が風に吹かれている様子が見えている。音声として様々な騒音が流れ続ける。人物は自分の右手を窓にかざすように上げた後、指を最初は3本、次に1本、最後は2本立ててみせる。人物が影に隠れてたまま、カメラはさらに人物から遠ざかり、ゆっくりと右に回り込むと、 同じ場所で人物が両腕をマントと共に広げているカットが挿入されるジャンプカットでシーンが変わった後周囲の明るさは増し人物が袖長フード付きの黒いロングコートと垂れ下がった鳥のくちばし状のゴーグル付きレザーマスクというペスト石の以上に似たコスチュームを身にまとっていることが明らかになる人物は肩の高さに右手を上げており手のひらは前を向いている 手のひらの中心からは点滅する光が発せられ、その点滅に合わせてビープ音のようなノイズが音声に紛れ込む。やがて人物は右を向き、右手を中止するが、この時外に見える木々の葉はほとんど静止している。人物は視線を変え、カメラをじっと見つめるが、またすぐに視線を右手に戻す。いくつかのジャンプカットが挿入され、 人物の視線が正面と右に目まぐるしく切り替わった後、人物は正面を見据え、カメラに向かって指を指す。短いカットが挿入された後、人物は再び正面のカメラを見据えるが、両手は脇に下ろされている。さらにいくつかのジャンプカットが挿入され、人物の視線は正面と右側を行き来する。その間、人物は直立しており、 次に左を向いた後、視線を落として画面に出現した四角形を見る。四角形の中には多様な三角形の断片が表示される。その後、人物は右を向くが、その際の映像は一時的に崩れたように見える。それから、動画の終了まで人物は壁に背を向けて、じっと立っている。カメラは再び手持ち撮影に切り替わったように見え。 時折挿入されるエフェクトによって映像は一時的に二重になる。2015年10月12日、スウェーデンのテクノロジー系ブログ gadgetz.com z, z. Com の創設者兼編集者であるジョン・エリク・ジョニー・クラビシュラーは6月頃に封筒で郵送されてきた君の悪いパズルについての記事を投稿した。この封筒の化身はワルシャワで押されており、 アテナは、ジョニー K、ヘルシンボリにある、g a d g e t z z c o m の支所箱着付けとされていたが、差出人の住所は書かれていなかった。その中身は、クラビシュラーが述べたところの、すごく変な CD であり、表面には2行にわたる、超大ない数字の文字列が、書かれていた。当初、クラビシュラーはこの文字列を、ライセンスキーであると考えていた。 クラビシュラーはレビューされることを希望して誰かが何らかのソフトウェアを送ってきたものと想像していたが予備のノートパソコンで DVD を確認したときソフトウェアの代わりに問題の動画を発見した。クラビシュラーはワシントンポストに対してどう捉えればいいのかわからなかったがすごく変な動画だと思ったと語り後で見直したとき 暗号や文字が動画の至るところに隠されていることに気づき始めたとした。クラビシュラーはすぐに自ら解読を試みることを諦め、自身のブログに問題の DVD と封筒の画像付きの記事を投稿した。数日後にはギズモードがこの件についての記事を掲載した。オンライン雑誌スレートのリリー・ヘイ・ニューマンは最初に 問題の動画を視聴した際の感想を不気味で動揺を誘うと述べ2002年の映画ザリングに登場する呪いのビデオを見た時の感覚と似ているとした11バイト X-1371 の検証作業が始まるとすぐにクラビッシュラーがこの動画を公開した最初の人物ではないことが明らかになった2015年5月 イート o ックスと名乗るユーザーアカウントが同じ内容の動画を YouTube に投稿していた。このユーザーの投稿動画はこの1本のみだった。動画のタイトルと説明文は0と1からなるに進数の文字列で書かれていた。他のユーザーがこの動画にコメントを寄せ始めると、イート o ックスはこれに反応し、投稿から5ヶ月経った動画に急に大きな関心が。 寄せられているのはなぜなのかと質問した。いくつかのコメントは、イートブックスが動画の作者本人であると推測していたが、イートブックスはこれを強く否定した。ワシントンポストは、イートブックスに E メールを介して接触した。取材に対して、イートブックスは、スペインのダニエルとだけ名乗り、自分も送られてきた動画を受け取ったのだと語った。彼によると、問題の動画は、 ある面識のない少女からの E メールに添付されていたもので少女はそれを公園のベンチの上で見つけたと彼に告げていた。その後、クラビシュラーは最初の記事へのアップデートの中でこの動画は YouTube に投稿される以前に4 c h a の超常現象掲示板に投稿されており、すでに何人かによって発見されていたと報告した。後にイートブックスはザデリードットの取材に対し、 クラビシュラーが郵便で動画を入手したと主張していることに疑いをかけ DVD の偽造は誰にでもできると述べた。他に存在した2つの作者特定への手がかりは最終的に間違いであることが分かった。クラビシュラーが最初に動画を紹介したのと同時期にカリフォルニア大学サンディエゴ校の学生による映像制作グループトリトン TV のブログに 問題の動画のスクリーンショットが日進数で書かれたタイトル、説明文と共に投稿されていた。コメントを求められた際、トリトン TV は当該ブログはすでに使用されておらず、さらにブログは数週間前にハッキングを受けていたと述べた。ザ・デイリードットによれば、ブログに投稿されたスクリーンショットはハッカーがランダムに選んだ多くの画像の中の一枚であった可能性が高い。 YouTube では、パーカーライトというユーザーが2015年9月30日に、問題の動画と同じ動画を、聞いてるという説明文と共に投稿していたが、発見された、パーカー J ライトという名の男性は、ツイッター上での記者の質問に対し、動画投稿者とは別人であると回答した。11バイト x 百七十一の、作者の身元が不明なままだった一方、 制作に使用された撮影現場は特定されていた。動画の話題を追いかけていた、あるポーランド人、インターネットユーザーは、ワルシャワのすぐ南、オトフォツク近郊のゾフィオフカサナトリウムの廃墟を訪れ、廃墟の部屋の一つが動画で見えるものと同じ、窓割りと壁の落書きを持つことを確認した。落書きは同じ部屋の2013年11月時点での、 写真では確認できず、動画が2013年11月から2015年4月のどこかで撮影されたことを示唆していた。2015年11月下旬、11バイト X-1371 やその作者、目的についての話題や推測は沈静化していた。そんな中、パーカー・ワーナー・ライトと名乗るツイッターアカウントが開設された。このアカウントの所有者は、 自分が問題の動画を制作したと主張したが、2015年のこの時点では、ライトと同様の主張を行う人物は、インターネット上に多数存在しており、何人かは、自らが作者であることを証明するために、独自の動画を投稿していた。2015年12月末、ライトは新作の動画を、ちょうど1.4440進化時間後に、 自分の YouTube チャンネル上で公開すると宣言した。指定の時刻になると11バイトから3から1369と題する新たな動画が公開された。動画は白黒映像でエフェクトやカットの挿入を多用したものだった。動画の説明欄には彼らの嘘が我らの意義を解き放つとの文言が書かれていた。動画では ペスト石の衣装を着た人物が再登場し、冒頭では森の中のサナトリウムの外にいる姿が、それ以降は内部にいる姿が映される。音声は最初の動画に比べて静かであり、人物の手が発する光の点滅と同期して鈴の音のような電子ノイズが流れる。動画の後半、人物の隣には顔面を包帯で折った白いドレスの女が現れる。三週間後、 ザ・デイリー・ドットは、ライトへのインタビュー記事を掲載した。ライトは、マイク・ウェイナー記者に対し、自分が、ポーランド在住のアメリカ市民であり、一連の動画は、芸術的プロジェクトとして意図されたものであったと述べた。2015年5月に、11バイト X-1371 を完成させた後、動画のコピーを3カ所に放置した。2つのコピーは、ディスクという形で、 ポーランドの地下鉄と公園に置かれ、残りの一つは画像掲示板の4ちゃんへ投稿された。ライトの話を受け、ウェーナー記者は YouTube ユーザーのイートブックスは問題の動画の制作に一切関与していないと結論づけた。自らが本物の作者であることを証明するため、ライトは 自分のフェイスブックページへの訪問者に対して動画に登場したペスト石のマスクはライトが独自に設計、制作したものであると主張した上でできるものなら複製してみるよう挑戦を投げかけた。ライトのフェイスブックページに寄せられたコメントの一部はライトの主張への疑念を示しその根拠として2つの動画で使われたコスチュームの間に存在する際を指摘した。 ライトはこの際を説明し、第2の動画のために改善された良いマントを制作したのだと語った。クラビシュラーは、ライトの主張を認め、第2の動画の公開後には、これほど長く作者のふりを続け、ここまで辻褄のあった作り話を創作するのは、あまりにも面倒なことだとし、パーカー・ワーナー・ライトが、作者本人であると考えてほぼ間違いないと思うと、述べた。 12月上旬に Facebook 上で行われた両者の会話の中で、ライトは DVD の受け取り人として、クラビシュラーを選んだ理由を説明した。ライトは、クラビシュラーが名刺を使ったくじ引きで勝ったために受け取り人になったと語り、あなたは以前どこかで僕に名刺を渡したことがあると伝えた。クラビシュラーは自分がブースを構えた多くの技術賞の最低でも一つに、 以前ライトが出席していたのだろうと推測した。クラビシュラーによる投稿でこの動画を知った、ソーシャルメディアユーザーは、先を争うように、動画全体に隠された暗号の解読を試みた。DVD のメニュー画面に表示された題字は、11バイト X-1371 と読むことができ、これが動画の名称として扱われるようになった。動画の音声について、 インターナショナルビジネスタイムズのジェームズ・ビリングトンは何人かは I would love to kill you という言葉がずっと繰り返されているように聞こえると報告したと書いた一部のユーザーは動画の音声からスペクトログラムを作成しそこに文字列と画像の両方が隠されていることを発見したスペクトログラムには You are already dead という平文が含まれていたが これ以外の文字列は暗号化されていた。一方、スペクトログラムに表示された画像は切り裂かれ、拷問される複数の女性の写真だった。これによって、動画の作者がシリアルキラーなのではないかという不安が引き起こされたが、後の検証によって、写真の一枚がホラー映画、バニーゲームに由来するもので、同様に別の一枚がドイツ映画、スラッシャー、さらに別の一枚は、 ボストン考察が事件の被害者写真であることが発覚したことでその懸念は払拭された。隠されたメッセージは概して脅迫的なトームを帯びていた。DVD メニュー画面の音声スペクトログラムは頭蓋骨の画像とさらなる暗号化されたメッセージを明らかにした。イートブックスが投稿した動画の二進数で書かれたタイトルはスペイン語で死を意味するムエルテという言葉を示しており、 同様に説明文は、あなたの時間は1年減ったを意味する、テケダイチアニョメノスというスペイン語の文章になった。動画の終盤に現れる三角形と四角形によるメッセージはピックペン暗号で、ラテン語の文章アドアッポグネアホモンズを示すものとして解読され、これは人を攻撃、または強敵とすることを意味していた。ペストのコスチュームが登場することにより、一部の 読者はこの動画に含まれる脅迫が、バイオテロに関係していると解釈した。動画の暗号文の一つは解読されることにより、ワシイコール感染者が病を広める。我々は、アンチウイルス、国連を守る。となり、別の一つは、わしの心臓をやで貫けと解読されていた。さらに、1371という数字は、国死病が、 ヨーロッパで猛威を振るった1371年を暗示しているとも指摘された。動画に挿入される映像は、モールス信号と他の一般的な暗号文を含んでいることが明らかになっていた。動画で示されるモールス信号の平文は、レッドリップスライクテンスというフレーズだった。さらに一連の20組の2桁の文字列は、ワシントン DC のホワイトハウスの井戸、 軽度を示していることが判明した。その後、レッドリップスのフレーズは、キル・ザ・プレジデントのアナグラムである可能性が指摘された。これらのメッセージは、アメリカ合衆国全体に対する脅迫、ひいては、バラク・オバマ大統領に対する脅迫であると捉えられた。クラビシュラーは、動画に含まれる暗号の一つが、standandfight。 w i t h u s t a k e d o, w n t h e b l a c k b e a a, st k i l l h i s d i s e a, s e o r f a l l w i t h t, h e r e s t というメッセージに解読できることを報告し、ここで倒されるべき対象とされている、ブラックベストは、アフリカ系アメリカ人のオーバーマへの言及である、可能性があると述べた。 クラビシュラーは動画には政治的メッセージが含まれているもののテロ攻撃の脅しなどではないとの見解を示した。2015年11月末、パーカー・ワーナー・ライトと称する人物がツイッター上で11バイト X-1371 の作者として名乗り出た。その直後、ライトは動画の解読作業を続けている人々に対し、君たちはメッセージの理解には ほど遠い状態だと述べた。一方でライトは暗号の解読のために人々が協力して作業することが自分の目的であったことを認め、一人の個人にはすべてを解読することはできないと述べた。17世紀のペスト医師描写動画のメタメッセージは明らかに脅迫めいたものだった一方で作者の意図について確定的な結論を導き出すにはあまりにも曖昧で漠然としていた。 騒動がハロウィンの数週前に始まったことから動画がハロウィンに関連したインターネット上の悪ふざけなのではないかという推測も存在した。当初は脅迫的なメッセージが解読されて現れることに動揺していたクラビシュラーもだんだんただの手の込んだジョークなのではないかと思い始めたと語っていた。一方、クラビシュラーは動画が彼、 個人を標的にしたものであるとは考えていなかった。クラビシュラーは送り主が個人的に僕を知っている人だとしたら僕の専門知識では少なくともすべてのメッセージを理解することは無理なのを知っていたはずだと述べた。別の可能性としてこの動画が新作の映画やゲームを宣伝するためのバイラルマーケティングであるという説が支持され始めていた。あるレディットユーザーは ダン・ブラウンによる小説インフェルノの映画版が2016年後半の公開に向けて制作を始めていることを指摘した。インフェルノのストーリーでは大富豪の悪役が人口の増加を阻止するためにウイルスを放出する計画を動画を制作して警告する。動画の中の悪役はペスト石のコスチュームを着用しており、自らを死になぞらえるのと同時に、 治療薬でもあると主張する。オンライン雑誌、ムービーパイレットは、この動画が、テリー・ギー・リアムの同名の映画に基づくサイファイの TV、ドラマシリーズ、12モンキーズの新シーズンの宣伝であるという説を紹介した。原作、ドラマの両者において、12モンキーズのストーリーには、未来からのタイムトラベラーが登場し、現代における壊滅的な薬病の大流行を阻止することを試みる。 また別のレディットユーザーは、作中に You are already dead というフレーズと、ペスト石のコスチュームが頻繁に登場することに着目した。このユーザーはさらに、動画の冒頭で人物が3から1から2と指で示したサインは、ドラマの第3シーズンへの言及である可能性を指摘した。動画の出所がポーランドであったこともまた、マーケティング的策略を暗示するものだった。 あるポーランド人、レディットユーザーは、ポーランドの新興ゲームスタジオは、普通の宣伝を行う予算を持っていないと書いた。同じユーザーはさらに、ポーランドでは、数年前にも、同様に、不気味な子供番組のパロディ動画が、インターネット上で話題になっていたことを改装したが、それは、品質の面で、11バイト X-1371 よりも優れていたため、 二つの動画の作者は同一ではないと考えていた。最終的に、いかなるメディア企業、その中でも、特に、インフェルノと12モンキーズを制作する映画スタジオやテレビ局が、スペクトログラムの残虐な画像やアメリカ大統領への脅迫によって、イメージを損なう危険を犯すことは考えられず、これらの可能性は否定された。また別の説においては、 有名なエレクトロミュージシャンのスクリレックスが問題の動画と結びつけられた。問題の動画が最初にインターネット上に投稿されたのと同時期の2015年5月、スクリレックスはレッドリップスと題する楽曲を発表していた。クラビシュラーが最初に記事で動画を紹介した直後、スクリレックスはレッドリップスレッドリップスレッドリップスとのツイートをつぶやいた。 同ジャンルの他のミュージシャンがスペクトログラムに画像を隠すことで知られていたこともあり、問題の動画はスクリレックス作品のバイラルマーケティングである、あるいは動画は彼がホテルの部屋で盗まれたと語っていた未発表作品の CD に由来するのではないかとの推測が生まれた。一方で、もしバイラルマーケティングであるならば、問題は宣伝された作品に結びつくヒントが、 極めて弱いということだとクラビシュラーは指摘した。クラビシュラーとザ・デイリー・ドットのお両者から11バイト X-1371 の作者として認められたパーカーワーナー・ライトは一連の動画は芸術プロジェクトのシリーズにおける最初の作品に過ぎないと語った。ザ・デイリー・ドットに対してライトは僕は自分の作品を海の上の波だと捉えていると語り、 貝殻を見つけようとする人もいるし、サーフィンをする人もいる、他にはダイビングをする人もいると続けた。ライトは以前から自分の作品をシリーズ化する構想を持っており、作品が注目されるか否かは関係ないとした上で、今のところ、さらなる作品への需要があるし、僕はそれに応えるつもりだと認め、でも、僕のアートは外部の力とは無関係に進んでいくものだ。 アートに対する内なる欲求があるから、それに応える必要があると続けた。2016年11月5日、2016年アメリカ合衆国大統領選挙の3日前、ライトは自分のフェイスブックページに 110A3213 と題する新作動画をアップロードした。この動画はライトが独裁者、または将校のような衣装を身につけ、 文集に対し演説するという内容だった。クラビシュラーはこの動画から非常に政治的との印象を受けた上でアメリカ大統領選に関係するメッセージである可能性があると分析した。さらにクラビシュラーはライトが Facebook に動画を投稿した日付はイフォックスに関する一節を示している可能性があると考えた。ありがとうございます。